もう10時ですか。ショコラにバニラ？はい。ん？他の猫たちも自分の部屋に戻りましたし、そろそろあなた方も自分の部屋に戻って寝なさい。もうちょっとここにいちゃダメ？別にダメということはないですが、どうかしたのですか？どうかしたってわけじゃにゃいんだけど、最近ご主人が構ってくれなくて寂しいんだって。いやー、そんなご無体な言い方。そうなんですか、ショコラ。いやー、だってご主人様ったらこんな時間になってもずっとキッチンでケーキ作ってるし。確かに最近は遊んでくれないどころか釣れないことが多いよね。兄様には兄様のお考えもあるのでしょう。家族である私たちが理解してあげないでどうするのですか？それはわかってるつもりにゃんだけど、どうにもショコラは納得がいかないようで。同じ兄様が好きな身として気持ちはよくわかりますけどね。いいですよ。じゃあ今日はここで一緒に寝ましょうか。もう、しぐれ太っ腹。なら私もここで寝る。ええ、もちろんです。ベッドの広さは十分にありますから。はーい、やった！しぐれちゃん大好き！ぎゅー。私もしぐれ好き。ぎゅー。こらこら、2匹でそんなにしたら苦しいでしょ？じゃあ、電気消しますから、おとなしくベッドに入りなさいな。はーい。ねえ、眠くなるまでご主人様の小さい時のお話聞かせてほしいな。初めからそれが目的だったのでしょう。ショコラは兄様の昔話大好きですものね。私もちょっと興味ある、ご主人の鼻垂れ時代。私と兄様は年の差があるので、兄様の幼少期のことはよく知らないのですけどね。でも年が離れてるからこそ可愛がってくれてるとも思うので、ジレンマでもあるのですが。ジレンマ？それもまたお菓子ってこと多分。まあ、だいたいそんな解釈で合ってますけど。では、何から話したものでしょうかね。たくさんあって迷うのですが。あ、やっぱりしぐれ様の部屋にいた。ショコラとバニラの話し声がしないから変だと思ったんだ。ね、やっぱりしぐれちゃんのお部屋にいたでしょ。絶対絶対にここだと思ったんだよね。あ、ココちゃん、シナモちゃんも。なんでメイプルまで来てんだよ。一人で寝んのが怖くなったんか。そんなわけないでしょ。みんなが来てるっぽかったから、なんとなくよ、なんとなく。あずきこそなんでここに来てんのよ。私はなんか楽しそうな匂いがしたからだよ。ま、おめえと同じだな。あずき、メイプルも。あらあら、みんなまた戻ってきてしまいましたね。ショコラとバニラだけしぐれ様と一緒に寝るのはずるいよ。そうだよ、抜けがけずるい。私もしぐれちゃんと一緒に寝たいのに。私は抜けがけとかはどうでもいいけど、仲間外れにされるのは嫌だしね。楽しそうなことしてんなら、私も混ぜろよな。じゃあ、たまにはみんなで一緒に寝ましょうか。はーい、みんなで一緒、いいと思います。みんなで一緒はいいね。楽しそうでワクワク。じゃあ、失礼して。私も失礼して。あ、ショコラちゃん、もうちょっとそっち
ち詰めてくれる？うん、わかった。え、ちょっとみんなで一つのベッドはさすがに。あずき、もうちょっとそっち詰めてよ。ベッドに入れないじゃない。んなこと言ったって、こっちも限界だって。バニラもっとそっち行けよ。もうかなり細長くなってる。これ以上は無理。ちょっと待って。これはかなり苦しいのですが。みんなで横になってギュッてし合ったらどうかな。ナイスアイデア、ショコラ。かなりの小スペース。キュー、ちょっと左右からの圧迫感が。じゃあサイズ的にココナツが小豆抱きなさいよ。それなら収まりいいでしょ。小豆の寝相壊滅的だから嫌だよ。メープルこそ抱いてあげなよ。勝手なこと言ってんじゃねえ。こっちだって無駄な乳で窒息するのはごめんだわ。じゃあ私もダメだね。残念。一つのベッドに7人とか狭い。寝れるわけないでしょうが。